Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that. はい、おはようございます。本日はですね、キャンプに来ました。夫婦でキャンプ。先にいろんなものを出していきたいなと思います。ここはちょっと早送りになるかもしれんけどね。はい。では、今から準備していきましょう。レッツゴー。ゴー。かわいいですよ。いいじゃん、いいじゃん。よし。どうこれね。今11時57分12時半ぐらいまで寝かそうか。その間火作ろう。もう慣れたもんですわ。手際もええし。どうかしらそれは。どうかしら、どうかしらそれは。あ、すごい風全然ないね。でも今日34度やで。暑いよ。あ、今日から新調したグローブ買って忘れた。ああ、めっちゃ暗い。逆光だ。あ、そうね。ぴったり。L サイズ。これ前回の残りね。つけてないかな、うん、大丈夫かな。わかんねえ。でかいね。よし。前も言ったけど、着火剤は気持ち多めに入れとくことが大事。うん、使えへんかった時の方がだるいからね。うん、どれ。やばいやつやん。髪の毛見て誰かの。わしの昔の髪の毛やないがよ。わし染めてたん。ロングの時でしょ。ああ、ロングの時もう髪の毛剛毛やからすごかったもんな。広がりまくってたもんな。なあ、ちょっともう削っていってるからね。もうここはもうつくよ。何回でつく？今日は一発でつくよ。いきまーす、はい、あれ？あれ？ではいきまーす。おお、さすが。ダメだ、このままじゃついてない。ついてないぞ、全然ついてない。これにつかんと意味がないんだ。おい、おい、消えるやん。消えた。しくじったな。プロじゃないからね。行くよ。行こうよ。行きます。うん、着火剤についたかな。でもここにおんねんで。うん、ドロ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 。着火剤しけてんのかな。俺全然着火剤つかへんねん。あ、でもついた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 。あ、よかったよかった。よかったよかった。あ、よかったよかった。水を入れる嫁。ちょっと冷たいのあげる。熱い。おじさんでした。A few moments later. そろそろ時間的に、12時23分やから、米をね準備してもいいかなと思います。今回も成功しますようにと願いを込めてやね。それでやっていくわけですよ。 OK ですか。うん、これで OK で、上に何か乗せとくか。めちゃくちゃいいやん。うん、多分その大きい石だよきっと。あ、そうなんや。サイズ感じゃあ私の方でタイマー設定しましょうか。そうですね。タイマー11分。はい、11分からカウントダウンします。
なんと火が消えていました。ガスたっぷりなのにね。ちょっとさ、あんまり強すぎてもあかんなと思ったからちょっとやめてんな。あ、弱くしすぎちゃった。中見た？どんな感じが。うん、泡とか出てくるからそれで計算する。ああ、そう。本日の食材です。オープン。ねえ、汚い手触んないでよ。ごめんね。最低。はい、こちらでよろしいですか。うん、こちらでよろしいですか。これは何でしょう。あ、焼きナスビだ、ピーマンだ、キャベツだ。いいじゃないですか。これも出して、これは肉。そう、今日のメインディッシュですよね。今日はね、今回から47都道府県の特産品を食べようという企画に変えてます。だからそれによって今回食べるお肉っていうのはですね、山形をチョイスしました。なんで山形なんかというと、縁もゆかりもないんですけども、理由は簡単。家の近くに 山形牛の店があったから、それだけだから肉を買った。これだ。うわ、何これ。山形行ったことないけど、はい、山形牛のロース焼き肉。で、こちらが、ヘレステーキ。ありがたいけど。ではこっから行きたいなと思います。はい、お肉ね、動き早いね。こんな時は早いね、動きが。いや、カメラマンさんいいですか。はい、音よろしくお願いします。はい、あ、カメラ止まってちゃうかな。アップしちゃうな、それは。うん、アップしてるんだけど。うわ、気持ちよさそうに泳いでますわ。ラスト1枚。いやー、今ラスト1枚。うわー、一瞬がするね。うん、まあ一番こう火力強いからな。行くぞ。ちょ、ま、どうなってるかな、今回自信はない、正直。行くで。一回火消えたもんね。うん、わー、絶対いい匂いじゃん。あ、おこげついてある。うん、おこげ最高最高。たっくん、マジ米神様じゃん。やった、上手だよ、米。本当にまだ食べてないけど。うわ、ここ見て、もうすでに、うわ、焦げてる。あ、焦げてるね、下が。あ、焦げてるね。焦げてるね、だって焦げ硬かったもんね、一瞬。ですよね。うん、でも美味しいよ、それも。うん、上の方やったら食べれるやろ。うん、私下の方好きだからいいよ。たっくん上の方だね。うん、よかった。ちょっと一回、うん、食べてみて。うん、うわ、うん、どうどうどう。固め好きな人やったらたまらん。わ、最高じゃん。うん、俺ちょっと何もなしで一回行くわ。うん、うまっ。うん、どう？うまいな。うまい。うん、開けるな。うん、めっちゃうまい。外パリ、中ジューシー。さっくん、最後ウインナー変わってたらさ、ウインナーって感じはしたけど、どう？謝って。うん、ごめんな。うん、めっちゃうまいじゃん。食べますわ。うん。ウインナーの方が衝撃かもしれん、もしかしたら。そう。うん。いただきます。うん。うまっ。米くれ、米。あ、そうか。最高ですやん。うわ、最高ですやん。見てください、このおこげさんの。うまった。最高、食べよう。いいよね、味になってくるよね、どんどん。うまっ。うん、めちゃくちゃうまいな。ウインナーうまかったな。ウインナーうまい、肉うまっ。ステーキ開けていきます。これ何もするんやったっけ。ん、これ何もするんやったっけ。 100g1500 円。高ぇー。
これ何グラムやったん？ 100? 130。もう3000ぐらいしたってこと？そうだ、3000も食べないけど、そのぐらいの肉ですね。おいおいおい、そんな肉わし食うたことないで。ここを陣地とします。はい、行くよ。はい、なんということでしょう。芸術じゃありませんか。うわー、ちょっと待ってよ、もうちょっと弱火のとこ行くわ。表面だけ焦げ焦げなっていきそう。見てこのウインナー、コロコロ見てちょうだいよこれ。どういう気持ち？もう早く食べてって言うてんやん。ここで遊ばないで、早く食べてちょうだい。食べてあげないと。じゃあ、いやこれマジで外パリやと思うで。本当？うん、めっちゃじっくり焼いたから、もう顔変わったな一瞬。どんな顔だった？マジの顔になった。食うぞっていう顔してた。いく？うん、じっくり低温で焼き上げた。そして最後だけ高温でカリッと揚げてる。はい、揚げてはないね。焼き上げてる。焼き上げてるね。ういうい、ジュージュいってます兄さん。これに塩をかけて、いっちゃってよもう。さっくんから食べたら？うん、俺こっちがいいね。これ、まんべんに焼けたやつやから。このまま直でいけと。恐ろしいこと言いますね。でもそれが一番うまいね。気づけ、熱いから。赤っ！あ！どう？今まで食った中で一番うまいやろ。うめ、めちゃくちゃおいしい。うわ、もう肉汁めちゃくちゃ出たるやん。うわ、じゃあこれを切っていきたいなと思います。いくで。うん、うわ、上手じゃん。ありがとう。もう柔らかいよ、もうふにゃふにゃやもん。ほら、赤ちゃんの足みたいでふにゃふにゃって。赤ちゃんの足は食べられんけどな。まあ、そうだね。そう言うてますけども、ぐるうまそう。いきますかこれで。うま、ん、そう。お塩とかで。ではいきますね。はい、なんじゃそのシェフリバターは。いいじゃん。いや、なんか、うん、なんか、うん、甘みすら感じる。へえ。うまいな。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとエンディングはね、ここでもう寝てはるので、これでちょっとあの嫁さんをそのままにして最後エンディング撮りたいなと思います。今回から始まったね、47都道府県の、ご当地を食べようという企画なんですけど、次ね、どこのやつ食べようかなということで今回抽選をしたいなと思います。これ47都道府県も全部入れてあるからね、これで抽選でポチってやったら次の県が出ますので、これで次回のキャンプの時の特産品、お肉にするんか何にするんか分からんけど、その県のね、ご当地品を頼みたいなと思いますので、では次のキャンプのな、あれは何になるでしょうか。レディゴー。静岡か。なるほど、静岡ということで、まあ、お茶とかもあるけどね、なんかあのこんなんやってほしいとかっていうのがあればね、あの静岡のなんかおすすめがあれば教えていただきたいなと思います。まあ、今日はね、もうこの辺で終わりにしたいなと思います。もうあの後ろ寝転んでるの見えるでしょ、ここもうね、寝てるんですわ。だからまあここで終わりたいなと思います。では皆さん、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ペコー。